はい、皆さんこんにちは。ラクタップエンタメのノブです。本日もよろしくお願いいたします。このチャンネルはエンターテインメントに関すること、毎回一つテーマを決めて配信している番組です。私が映画好きのタップダンサーということで、今はタップや映画のことを中心に配信しておりますが、これからいろんなことも配信していきたいと思いますので、どうぞお楽しみにしていてください。それでは行きましょう。本日のテーマはこちら。はい、皆さん元気にタップやってますでしょうか。今日もいろいろ大変かと思いますけども、この動画の間だけでもいっぱい楽しんでもらえたらなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。それでは早速行きましょうかね。気持ちだけは明るく持っていきましょう。今日やるステップなんですけども、クランプロール覚えてます？ドン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 とかとか多分、やったのが、あると思うんですけども、もしね、この動画、ちょっとこの動画最初に見ちゃって、それなんだろうと思ったら、クランプロールの、コツを教えます。動画が上がってるので、それを見てね、この動画見てもらえると、もっとわかりやすく、すんなり入ってくると思いますので、もし見られてない方は、もう一度見てもらえると嬉しいかなと思います。で、またそのね、動画のアドレスも概要欄に貼っておきますので、そこから見てみてください。で、今日は逆に、そのクランプロール見てる方、見られてる方は、ちょっともう一つ、次の、ステップいきますね。クランプロールは今やったやつなんですけども、プレスクランプルっていうのがあります。クランプロールって、ステップ、ステップ、ヒール、ヒールですよね。まあ左右どっちもあると思いますので。なんだけど、一個ステップ外します。ステップ、ヒール、ヒール。これだけです。ステップ、ヒール、ヒール。これをプレスクランプルって言います。ドドド。ドドド。って感じですね。せーの、タララ、はい、タララ、はい。今右足からやりましたけど、当然左足もあります。ピラガ、タララ、タララ。まあこれはもう多分おそらく今見ただけで説明するままなく大丈夫だと思います。で、今日はこのプレスクランプルってやつと、この前やったクランプロールを使って、あとでちょっと面白く見せるために横に移動しちゃったりします。どういうやつかっていうと、こんな感じですね。で、こうやって横にちょっと、まあクランプロール最初はあれですけど、あとはずっとステップヒールで。まあ多分これもね、よく見るね。よくやるのが。で、こうやってずっとこう移動していくやつですね。で、こういう風に見せちゃったりもしますけども、これとね、プレスクランプル、クランプロール組み合わせて、ちょっと面白い足の動きを作っていきたいかなと思います。じゃあ、最初、まずプレスクランプルいきます。もうさっきやったら大丈夫と思いますけども、右足からいきますね。右のステップ、ヒール、ヒール。はい。これもいつも言ってますけども、ステップは体重乗っけてます。ただ、反対の足は上がりません。で、ヒール、ヒール。で、ここでは完全に上がります。で、次に右からのクランプロール、右、左バージョンです。はい、いきました。いきますね。プレスクランプル、右、左。で、この時ですね、最後、左乗ったら右足上がるんじゃないって言うんですけど、ここをあえて今日は上げません。ここを今日はあえて上げないです。ドンとは上げないです。これをドン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 です。まずそこまで行きましょうか。行きますね。じゃあ今度は正面から行きます。多分正面の方が分かりやすいので、すいません。僕右足で行きますので、もしかしたら皆さん方左足かもしれませんが、ごめんなさい。いつも反対足になって申し訳ないですが、行きます。せーの、ドン。プレスクランプル、クランプロール、ドンドン。そしたらここまで行ったら、いつものバックフラッシュの時とかよくやりましたね。つま先上げます。で、つま先置いて、つま先置いて、かかと、かかと。いきました。クランプロールからいきます。クランプロール、右左やったら、ボール上げて、ボール踏んで反対、左のボール踏んで左、右、左と。これは
この時やるんですね。回るステップの時、トン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 の時に多分やってるんですけど、これ正面でやったらこれです。ドンドン。回らなかったらこういうステップって言いましたね。これです。まさしくこれです。で、それを今全部組み合わせます。いきますね。プレスクランプル、クランプルロール、ボールボールヒールヒール。見えました？あとはこのボールボールヒールヒールを繰り返します。ドン、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 ドン。はい、はい、はい、はい。とこうなります。せーの。ダン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 。ここまでですね。見ました？いきます。せーの。ドン、プレスクランプル、クランプルロール、あとはヒールヒールボールボール。ここまでです。後ろからいきましょうね。せーの。大丈夫です。ちょっと横からいきましょうか。せーの。プレスクランプル、クランプルロール、でね、これね、今日のちょっとコンビネーションと都合上、最後この最後のボールに乗ってこの足上げておいてください。いきますよ。ちょっと僕右足からやってます。せーの。ドン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 。上げます。で、この足置きましょう。いきました。もう一回いきます。右足、せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5の5。はい。そしたらこれを反対足から、反対足バージョンがあるだけです。今のね、いきましょうか。せーの。プレスクランプル、クランプロール、言いました。この辺なかなか反対足難しいと思うんですけども、頑張ってやってみましょうね。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5。言いました。もう一回痛くっていきましょう。ゆっくり。せーの。ドン、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 ドン。もう大丈夫ですね。これゆっくりやると。だ、これを今ちょうど左右やったので、これもループするだけです。右から1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5。はい。反対、プレスクランプル。もう一回右足からプレスクランプル。やることは多分大丈夫だと思うので、まああとね、これをちょっと面白く見せようと思えば、やっぱりこの横移動を結構大げさにやるね。これをすごく真面目にやると、トン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 、まあこうなんですよね。こうなんですけども、やってることはこうなんですけども、この移動ですね。この移動をちょっと大げさにやると、トントントン。はい。こういう風に足をくねくね使うと見た目も面白くなるので、ちょっとやってみてくださいね。もう一回ちょっと後ろからやってみましょうか。後ろから見るとこんな感じになります。右足から行きます。こっちね。せーの。タッタッタッタラッタ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 ッ。となります。はい。で、これをまたいつものように聞き馴染みのある曲でやってみましょうか。はい。はい、じゃあやってみましょう。はい、せーの。
多分そんなに苦労していけたんじゃないかなと思います。まあね、左右やり方がいろいろ難しいと思うんですけども、そこ両方ともいけるようにしてもらったら、あとはね、いかにこの動きの足のね、この横に移動しながら、うん、面白く見せるかっていうところをね、自分なりに工夫してみると面白いんじゃないかなと思います。あとね、このプレスクランプルなんですけども、まあ、今はね、ちょうど全部の曲に当てはめてやりましたけど、これをね、ちょっとね、細かい音にして、これで、こうやって、みたいな感じで、細かいところにね、っていう風に入れちゃって、なんかこうちょっと装飾音符ではないんですけども、飾りとして入れるとおしゃれになりますので、今みたいにね、まあ、そういう使い方もね、やってみるといいかなと思いますね。こういう風にやるとちょっとね、ずっとフラップ見てるよりも、おなんかちょっと途中かっこいいやんみたいになっちゃうかもしれないので、そういう使い方もありますので、ぜひね、いろいろ使うところを自分なりに工夫してみて、やってみてください。はい、それでは皆さん、いかがだったでしょうか。ちょっと、まあ、本当に大変な時期なので、部屋の中でね、いなきゃいけないっていうのも分かってるし、もう全て分かってるんですよね。こうやれなんなきゃいけないし、部屋の中にいてね、感染広げないように、いっぱい皆さんそうやってやってくださってると思います。そうは言ってもね、やっぱりちょっとだんだんストレス溜まってきますよね。だけどタップダンス、部屋の中でできちゃいます。でタップダンス、意外とね、足をで踏み鳴らすと意外にストレス発散になりますので、そういったね、ちょっと今大変な時期ではありますけども、そういって自分のね、プラスになる方向でタップダンスやってみたらどうかなと思ってます。なのでみんな、気持ちだけはなんとかね、なんとか、僕も本当に毎日折れそうなんですけども、気持ちだけは明るく持って頑張っていきましょう。それではもしよかったらチャンネル登録、評価ボタンの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 Let's meet next movie. バイバーイ。